ロシアのウクライナ侵攻によって、世界で半導体不足が露呈し、日本も最先端の半導体国家へと進む中、F3 戦闘機や AI 無人機など最先端半導体は必須ですよね。今回は、この最先端半導体を詳しく見ていきます。日本の空白時代はオワコン、世界のトップ先かな。2023年の4月も終わりを迎え、ロシアによるウクライナ侵攻は、すでに1年と3ヶ月目に突入したが、このいわゆるロシア・ウクライナ戦争は、ここ最近では、東部のバフムトをめぐる戦いが、唯一激戦と言える状態に感じられる。それ以外の地域の戦線においては、遠い日本に漏れ伝わってくる様々な情報を勘案しても、ロシア側は大きな戦力を投入した積極的な攻勢を控えているように見え、バフムトの陥落に的を絞っているのみのようだ。バフムトをめぐる戦いは、今年2023年2月上旬にはロシア側が陥落させる恐れがあるとする指摘が、ウクライナを支援する側の西側諸国のマスメディアにおいても数多く発せられており、ウクライナ側の劣勢感は否めない。それでも、アメリカやイギリスの公的機関までもが、ウクライナ側は、バフムトに固執する必要はなく、一時的にそこを失っても、戦争全体の大局に及ぼす影響は小さいとする中でも、ウクライナ側は、防戦を続けている。ウクライナ側が、バフムトで施行している防御が、よく言われるロシア側への損害を最大限に引き出し、その後の攻勢を困難にしようと、企図する地対作戦であるのか否かは、素人目には、全く判別がつかない。また、一部では、昨年2022年9月の南部ヘルソン市の中心市街地からのロシア側の撤退、それに続くウクライナ側の領地の奪還以降、大きな動きのなかったその地においても、ウクライナ側が、ドニプロ川を越えたとのニュースもある。こうした細々とした局地的な動きも含め、2023年春以降に行われると、ウクライナ側がたびたび喧伝してきた反転攻勢の始まりだと捉える向きも、多岐が、ウクライナ側が本格的なそれは夏以降と匂わす発言もあり、まだ予断を許さない。日本国内のインターネット上の不特定多数の意見を併合しても、新ウクライナ派、親ロシア派で、今の戦況を、どちらも、自らのオス側が優位に進めていると主張しており、これだけ情報化された時代でも、定見は存在しないようだ。いや、むしろ、ここまで、インターネット等が、市井の一市民にまで、負を及ぼした時代であるからこそ、一つの事象をめぐっても、見る側が立脚する立場によって、侵略の結論が生じる事態だとも言えそうで、まさに情報戦を地でいく感がある。そうした中で、ウクライナを支援する西側諸国はといえば、供与を約束した西側製の主力戦車や歩兵戦闘車などの装甲車両を実際に現地に到着させており、それらを装備するウクライナ側の兵力も旅団規模で編成が進んでいる。そして、これまでのロシア・ウクライナ戦争においては、投入した野戦砲とそこから発射される砲弾の量で、ウクライナ側を圧倒してきたロシア側が、ここに来て、その優位性を下げつつあるとの観測も聞かれるようになった。そんな歩兵戦力においても、西側諸国からの兵器供与で、ウクライナ側が巻き返しを図ろうとしているとの報道に、ことを唱えたいのか、ロシア側は、最近になって、世界で唯一にして、最新鋭の戦車、T-14 アルマータを実戦投入したと明かした。ここで、T-14 アルマータは、最前線に投入され、ウクライナ側の戦車や装甲車両と、直接の戦闘を行ったわけではなく、主砲を野戦砲代わりに使用して、後方からの砲撃任務に従事する形で投入されたと、ロシア側も述べている。
ほんのわずかな数しか保有していないであろう T-14 アルマータを実戦投入したといったところで、戦局に影響を与えるような働きにはならないとは思えるのだが、自国、自軍の戦意高揚には有効だと、ロシア側は判断したのだろう。T-14 アルマータは、2015年に軍事パレードで登場したのが、世界的に確認された初の動きだったのだが、その前年の2014年に、ロシアはクリミア半島の強兵併合を実施したため、以後は西側諸国からの経済制裁を余儀なくされた。そうした西側諸国の経済制裁によって、ロシアは自国では生産できない半導体の入手が極めて困難となり、T-14 アルマータをはじめとして多くの兵器の生産に支障をきたしながら、今のロシア・ウクライナ戦争を迎えたと言えよう。2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争の開戦以後は、日本を含む G7 などの西側の主要国を中心として、さらに厳しい経済制裁がロシア側には課されているが、実は日本は2014年のクリミア半島併合時にはそうではなかった。それは日本がロシアとの間に長年の懸案である北方領土問題を抱えていることに起因していたと考えられ、2014年当時の日本ではいたずらにロシア側を刺激し態度を悪化させる恐れのある経済制裁には消極的だったためである。今の日本はさすがにウクライナへの全面的な軍事侵攻を開始したロシアに対してはアメリカやイギリスをはじめとする西側諸国と歩調を合わせて厳しい経済制裁を推進しているが、かつては違っていたことも忘れてはならないだろう。しかし、西側諸国がロシアに対してこれまでに言ってきた数々の経済制裁は、全く効果がなかったとまでは言わないが、圧倒的な量の兵器や砲弾の備蓄を行っていたロシアに対しては、即効性が薄かった感は否定できない。今でこそ、ロシアは、イランや北朝鮮からも、無人航空機や砲弾、ミサイルの類を調達して、戦争を継続しているとの報道も出ているが、開戦当初は、特に、半導体の調達に苦慮し、ウクライナの民家の家電製品から、それらを回収しているとも言われていた。そうした報道を目にした時期には、そこまで、半導体の確保が、困難に陥っているロシアは、いずれ、そうした兵器を使い果たしてしまい、攻勢を行う能力を著しく減少させていくのではないかという、希望的観測も、個人的には感じていた。しかし、確かに、ここ最近は、ウクライナの電力等へのインフラ攻撃の頻度は、2022年の冬時期と比較すれば、頻度は減少しているようにも見えるが、全く実施が不可能というわけでもなく、間を置いて繰り返されている。こうしたロシアの次戦能力の保持の様子を見ていると、やはり、石油や天然ガスといった化石燃料や小麦などの食料を完全に自給可能で、他国に輸出するほどに、生産可能な国力を有していることは、侮れないと思わざるを得ない。そもそも、半導体は、戦車やミサイルといった兵器類に使用するのみではなく、必要とされる製品は、広くあまねく、民生品の大多数が、これに該当し、パソコン等の情報機器から、冷蔵庫、エアコンといった家電製品まで、裾野が膨大である。もし、仮に、日本が、今、何らのトラブルで、半導体が入手できないという、事態に陥ったと仮定してみれば、若干は、国内製の半導体があるとは、いえ、あくまで少数に止まるため、日常生活における国民の不満は、すぐに沸点に達するだろう。ロシア・ウクライナ戦争でなくとも、それ以前に、世界的な流行りを見せた、
新型コロナウイルスによる混乱は、自動車や情報通信機器といった製品の生産を減少させ、深刻な生活への影響を与えたことも記憶に新しい。例えば、この時期に起こったことで、個人的に記憶しているのは、インターネットに接続するための無線のWiFiルータ等の品不足であり、新型コロナウイルスによる流通網の悪化と在宅時間の増加が拍車をかけた出来事だ。当時は、それだけでも、普段の便利な日常生活に支障が生じたことには、大変な不便を感じたもので、してみれば、そうした生活環境が整っている、ある程度以上の国ほど、そうしたストレスのある環境に置かれることには脆いとも思える。ロシアは、半導体を自国で生産する能力は有していないため、今後は、ますますそれを内蔵する製品の流通は制限されていくと思うのだが、日本ほど日常における生活レベルは高くなく、窮乏生活も相対的には少なくて済んでいる説もある。今後のロシアは、まず間違いなく、中国から今までの西側諸国の製品ほどの性能は、なくとも代替する半導体の調達を進めると予想され、中国は、経済的にも軍事的にも、半導体によって、ロシアの事実上の属国化を果たす可能性が増すのだろう。